ひゆだなあははん、ひゆだなあははん。温泉に入りたい松岡理香です。というわけで松岡理香の三重丸三重、はい、本日はプレイバック三重シャープ44世界遺産熊野川を三段歩で行くを振り返りたいと思います。世界遺産熊野川の水面から見る青い空と緑の山々は本当に癒されること間違いなしです。というわけで今日はここ三重県南室郡一番下紀州地区紀宝町へ見えない行ってらっしゃーい。バイバイキン。アンパンマン。はい、やってまいりましたよ。今回はあの熊野、私の大好きな熊野を走る川で体感できます船乗り体験にやってまいりました。三重県南室郡紀宝町に流れます熊野川で絶景と風を感じて自然と一体になることで神秘の町熊野を感じられます三段歩という川船乗りになっております。こちら三重県と冒頭でご紹介しているんですけども、少し車で走ると和歌山県も近いので、ぜひこちらに行かれた際は熊野早玉神社、そして熊野那智大社、そして熊野本宮大社、熊野三山と言われる神社にも行かれてみてはいかがでしょうか。そして熊野早玉神社の近くには私の大好きなテレビ番組幸せボンビーガールにも取り上げられましたあのシュークリーム屋さんもあったりなんかするんですよ。実はですね、この日も帰りに、幸せボンビーガールのシュークリーム屋さんにちょっと寄ってみようということで行ってみたら、めちゃくちゃすごい行列でね、あまりに行列がすごかったので断念してしまいましたが、あのテレビでやってたシュークリーム屋さん本当に大行列で人気なんだと思って、ちょっとそれ見ただけでも感動しちゃいました。ぜひ皆さん、断念せずにシュークリーム召し上がってみてください。というわけで、お父さんに熊野のことをいろいろ教えてもらってから実際に川へ下ってまいります。この三段歩って何なんだろうっていう方もいらっしゃるかと思うので、ちょっとご紹介したいなと思います。この船はね、川の、熊野川で長く活躍してきた川船なんですけども、この熊野の町に住まれる方の物資、食べ物とか生活必需品とかをこの船でまだ道とかが通ってなかった時に、運んでくれていた船になるそうです。幅1メートル弱の帆に使うあの丈夫な布を3枚、そして高さ6メートルほどの途中からその布を掲げて、風を捉えて前に進むそうです。強すぎる風は帆の間から逃してあげて、海からの風を受けると上流に向かって進むこともできる船になっております。激しい流れに対応するために船の先端部分は美しく反り返って、船底は平らで数センチの浅瀬にも乗り入ることができるという万能な川船になっております。このお父さん、この船作ったんだってすごくない？結構ね、近くで見るととても美しい、曲線美からなる船でね、すごくなんか船への愛情も感じましたし、お父さんすげーってなりました。最後この番組の方でもお父さんのこの船を作ってらっしゃる工具置きもちょっと放送しているので、ぜひそちらで工具なんかも見ていただきたいなと思うんですけども、いやーこの日ねちょっと
悪かったんですけど、徐々に青空が出てきて、緩やかな風とともに自然を堪能できました。この熊野川はね、道からも見えてるんですけども、やっぱり実際に船に乗って水面から見る青空と緑の山々を感じるのとでは全然違うなぁと。もうめっちゃぼーっとできるし、なんかこっそりこれ船乗り体験行かれる方は、魔法瓶とかにホットコーヒー持って行ってほしい。ちょっと船の上でホットコーヒーなんか飲んで、鳥の声とか聞きながら、水面の音を聞きながらぼーっとしていただきたいなと思う場所でした。またこのお父さんがね、めちゃくちゃ優しくて癒されましたよ。このお父さんのね、川船乗りのね、後継ぎがいらっしゃらないということで、後継後継者も募集していることなということなので、ぜひ、なんかこれ絶対にテレビでもね取り上げられたことが何度もあるらしくって、お父さん今もう積極的にねご商売をされてないらしくって、基本は船乗り体験したいって電話かかってきても断っているそうなので、後継者もぜひ大募集中ですし、もうこれからここで新たにこの商売をするのもありだななんて、私後継者になろうかなってちょびっと思ってしまうぐらい素敵な場所でした。というわけで、ぜひ皆様も、世界遺産熊野川三段坊体感塾、仲良しのお友達と行ってみてほしい、体感してほしい。というわけで、 See you next time! またねー。